大したことじゃないんだ。休みにさ、昨日会社にこれ置いていっちゃったっぽくてちょっと焦ったわ。見られてなくてよかった。いいじゃん。やだよ。読む。読まねえよ。もらった。俺は三流たちの修行時代だ、俺の場合。あ、そう。三流ですか。三流だ、俺の。一流にはなれ。いやいや、一流目指していかないと。あれ。いや、なんか。スマートフォン買おうかと。マジで？閉めた。また壊れてしまう。今どきになっちゃうわけ。やっぱりね。うん。またまた。会社の専務。そこ。一流じゃん。やっぱそこの時代に乗っていかないとさ。一流じゃん。やっぱもう、ね、イノベーターと。イノベーター？イノベーターと、その、時代の最先端に行くイノベーターになろうかと。なるとね。あの、iPhone じゃなくていいんだ。だって俺 AU だもん。AU は変えたくないんだ。うん。あ、そう。別に iPhone だから通ってるからない。まあ、その、iPhone が欲しいやつって、結局はそのミーハーで、うん、その、かっこいいみたいな、うん、何使われて買ってんだけど。まあ、確かに。でもそれは、ちゃんとこうキーボードついてるし、うん、スマ、まあ、iPhone と、スマートフォンはまた別物だから、ね、うん、そうだね。まだお金払い切れてないじゃん、それ前のやつ。前のやつ前のやつ4万円したけど、これ3万円いくらなの。あ、そう。そっちの方が安いっていう。そうっすね。秋、冬ぐらいじゃない、また次のモデルが出ちゃう。もうちょっと待った方がいいんじゃない。どうせ買いになる。来年の春ぐらいまでちょっと。いっちゃう最初のやつだから。ああ、じゃあまだちょっと、まだどんどん出てくるよ。なんかさ、イノベーターはそこら辺も買っていくんだよね。イノベーターってよくわかる。要はその時代の最先端、勝間先生的に出た。勝間は出た。勝間好きだよ。いや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 、カズマ読んでんの、もしかして。まさか。いや、だから前見せたじゃん。見てない。あ、これね、なんか褒めるなんとかじゃないか。何もんか。あ、それ読んでない。利益の方程式出た、カズマ、カズマ式。利益を出すのはどうするかていうか、相変わらず頭がすごいことになってんだけど。そうだろう。でも、すぐ結べるのどうしたの。どうしたどうした。トゥリオそこ買っちゃえばいいじゃん。いや、これ以上横買ってんだもん。あ、買ってんの。ほら、あ、本当だ、かっこいいじゃん。だから、いいじゃん。少し伸びたから、明日、うん、か買ってくる。あ、そこ買ってきてよ。そこ買ってくる。いいじゃん。そうでしょ。かっこいいじゃん。そうでしょ。いや、結構いいよ、それ。いいと思って、こうやってんだよ。あ、いいね。へぇ、だから伸ばしてんだ。そう。うっそ。いやなんかさ、なんかもうやめちゃうっつってさ。誰が。いや、私がやめちゃうからさ、メガロスをさ。え、メガロスをやめるっていう、昨日やめてきたんですよっつって、大会届出してきたので、今日さ、山田さんと出したさ、そんな本当に引っ越ししたいのって言われて、うっってなって、もうメガロス出しちゃったんですけどっつって。何を。ほら、イノベーター。何よ、イノベーターって。知らないよ。最初に革新的な商品サービスを採用する人。ああ、その次がオピニオン。ああ、出た出た。ああ、これね、マーリーマジョリティ。あ、出た出た、これ有馬さんも言ってたわ。ソレートマジョリティ。ラガードにはならないようにしないと。そうそうそう、時代に乗り遅れた人たちだから。ラガード、ラガード最も保守的。いや、もう私はこれからちょっと時代の最先端の街に住むよ、私は。
あるよね。まあ、でもやっぱイノベーターよりこうアーリーマジョリティアという意味だよ。知らない。そこら辺外国語、外国語を使いやがってこの野郎。分かってないね。これ読む？すごい褒め方。あなたは勝てない。よくわかんない。読みすぎて。もうね、混乱しないように。読みすぎてね、なんだかわかんない。あ、そう。なんか面白いところ見つけたよ。これすごくない？これすごくない？もうすごいと思うよ。美味しそう。美味しそうではないけど、ちょっと食べ 見たいよね。行ってくれ、いいじゃん。行くよ、これは。行けよ。あ、そうだ。いいものあるよ、いいものある。ちょっと待ってて。聞いてよ。この間、本屋でいくら買ったと思う？14,000円。大人が買った、原価で。そんなこと言って、そんな買ってるやつはさ、仕送りしてくれとか言えるよね。ね。節約しろよ。いや、今はだってまだしないもん、そんなしてるやつ。いや、するんだったら今から節約して食べとけば。もうこれが最後のあれだと、晩餐だと思って、これ。いや、わかった、その時しか考えてないけど、これどうこれ。読むのこれ。絶対読まない。写真集ほら。絶対読まない。AKB。絶対読まない。なんでよ。なんでそいつよ。いいじゃん。ダメ？なんなのこれ見て。別に。何がしたいのこいつ。別に。いや、可愛いなと思って。どんなの出てるのかな。キモいな、なんかこいつ。出たで、なんかね。いや、ドイツ？いや、旅行コーナーって、あ、ドイツ？お前ドイツに住んでました。ドイツかと思って、あ、いいな、これと思ってさ、ドイツの食べ物。なんか僕もさ、これ同じようなやつなんだけど、これは食べ物が乗ってるなと思って、あ、ドイツ行きたいなと思って。今言うドイツ、そういうドイツで働けよ、お前。ドイツ。2個も買っちゃってさ。お前海外で働けよ、お前。英語喋れない。なんかこれと、スピードラーニングで。いい。なんかとりあえずいろいろ買ってしまったよ。お金がたまらねえっつこんなに買ってたらたまらねえって話だよ。お金がたまらねえ。これ買う前に働けよって。20代にしておきたい。17のこと。お前さ、買いすぎたよ。いや、たぶん、この店員もおかしいと思うよね、これね、見てね。機嫌取るしかもそれ。そうだよ、赤だよ。気違いだなと思って。いや、そんな本で見てるんだったら、図書館でも行ってるわけないぜ。ちょっとやりしてた。でも、まださ、アマゾンでも本買っちゃって、賃貸、家を借りるためには、みたいな。これも読む、賃貸の本読んで、ちょっと勉強しなくちゃいけないなと思って、賃貸の本をさ、5冊ぐらい買っちゃって。あ、これ3年前に買って、まだ2年前か。読み終わってないし、ね、まだ。それはそれでさ、読まなすぎなんだよ、本を。なんか、じゃあ、まあ、そういうことで。はい、じゃあね。じゃあね。また。はい、ショート、ショート。はい。ショート。はい、残業禁止、残業禁止。電気代節約。スポットライトが消えてしまった。